じゃあまだ間に合うよね。あ、このやらせ。はあ、食いしばれ。こんなもんか。やっ、どうだ。人間の概念でいう神が住む場所、混沌か。人間が想像する魔物が生まれた場所、災いか。神と魔が存在する空間、それは人にとっては遠くて近いさ。聖門町、古と現代、歴史と流行が交わる町、雑多で奇妙。それゆえに活気が満ち溢れ、神と魔が集う地。長い時の流れにより異なる次元のエネルギーが集まり、不安定な空間が形成される。この予測不可能な次元空間こそ、災いと人間界、混沌界に通じる道の一つ。このことに手を焼いた混沌界、積極的にこの空間に干渉するように取り残す。いわゆる大まかたきに入ると、エネルギーが混濁し、魔物と人間が誤ってそこに迷い込むことも。まだまだ邪魔だ。やっ、混沌界はこの次元を優先庁、そう名付けた。有象無象をも誘い込むこの優先庁の地に、一人の少女が立つ。やがて少女は次元の壁をも砕き、いくつかの物語を紡ぎ出すだろう。今ここに、最初の冒険譚、開幕。勇者また乗り過ごしたのかな。まったく、いつも遅れてくるんだから。もしもし、ユモ、今どこ、どこにいるの。それはこっちのセリフだよ。お腹すいたから。6番出口で待った。迷わずに着くとはさすが地元とか。それから俺大丈夫。あ、はいはい。あれ、お店ここじゃなかったのかな。どこかに引っ越したのかな。ここだったような。ここじゃな、あ、ここじゃ、そのまるでお店を勇者。あ、あ、道間違えちゃったかも。こっちの方向だったかな。ああ、わかった。ここかな。多分。
あれあれ、もうさっき巻いて、ユモ、まずはこっちがダメならわからないかも。さっきまでこんなのなかったよね。どうなってるの？あれ、周りの人が減ってきたような。おかしいな。ここって6番で、ユーモ、ま、あ、ごめん。でも、なんで、あれ？駅、あ、よしゃ、やだ、心配し、優先長？正門長じゃないの？何？ここに人が？よし、このジョーちゃんは大丈夫そうだな。こっちのポニーテールは危険だ。ジョーちゃん、起きろ。え？シンピラ？悪かったな、人相悪くて。ジョーちゃん、少し辛抱するんだ。今すぐ治療してやるから。治療？力がみなぎってくる。この感じだんだん強くなってる。ちょ、待て待て、一体どういうことなんだ。え、おじさんどうしちゃったの？そんな可愛くなっちゃって。これは、うわー、ジョーちゃん。え、テレビこれでいい？いい。まさか馬、ま、僕も踊る。店長、俺あのおじさんだから。やったぜ、はっ、食いしばない。この、どうだ、とりゃ、はっ、やっ、とりゃ。本当にだから、ジョ、あ、ユモ、今はうん、しかっ、あ、しょ、やらせ、はっ、あ、食いしばない。これよ、やっ、はっ、てやっ、どけ、やっ、はっ、とりゃ、この、どうだ、すごいでしょ。ユーサ、ユーサ、目立った怪我はなさそうだが。確か。ここは優先。あそこ、優先長。正門長がどうしてこんなに？落ち着け。その説明。でも、おじさん。さっきと同じ方、俺についてくるんだ。
長、店長、女の子が優先帳に侵入して。まったく騒ぐ、大した怪我で。ああ、よかった。無事でよかったな。ヤンユモちゃんだったね。今日起きたことは。わかりました。でもどうして、え、さっきの女の。ああ、あの熊の置物。ここ正門町の土地神なんだが、わけあって。え、ジョーちゃん、話を。やはり封印の石。この子はじゃなきゃな。え、え、髪の毛。慌てるんさ。つけただけで。おい。元に戻った。よっしゃ、グス、ごめん。ああ。昆仑人。昆仑人？ああ。そこ。神と言ってもそんな偉大なもんじゃな。そうだね。小さなお嬢ちゃんに力を吸収され。さっきもおかしなことがあったり。異世界なんて聞いても僕も。でも勇者が目覚めたら僕たちは家に帰るから。何も言わないから僕たちを殺さないで。お前さ、一体土地神を何だと思ってるんだ。冗談だよ。おじさんは危険も顧みずに僕たちを助けてくれた。いい人だと思ってる。でもきっと内情は知られたくないだろうし、聞いてもトラブル。僕は面倒ごと。安心しな。土地神はこの土地の住民を守る神だ。気が。でもまあ確かにそれを持っていればトラブルに巻き込まれること。これはお返しします。ああ、こんな便利なもの。そう、店長、このなりでどうやって仕事をしろって言うんだ。僕は500ギ。どうしたものかね。店長さん、ユモは人の気。よかったらその力を。店長。わかり。よし。こうして仕方なく店長のペンダントを預かったんだっけ。条件はこの夏休み中にリーオおじさんが元に戻る方法を探し出すこと。このペンダントがこんなに高いなんて思いもしなかった。でも店長はバイト代で借金を返せばいいと約束してくれた。バイトの内容は勇者に怪我をさせた妖怪を倒すこと、それにコンビニの手伝いをすること。人生初のバイトがこんな厄介なことになるなんて。本当に大丈夫？無理してない？昨日気を失って倒れたばかりなんだから。もう大丈夫だよ。リーオおじさんも手当てしてくれたし。やっぱり空腹で出かけるのはダメだね。うん、血糖値が下がると危ないからね。具合が悪くなって。分かったってば。うん、それん。1日にスト。結構かわいい。つべこべ言わ。品出し。うん。
すみません。何ちんたら。レジ。よし。さて、ね、若者は、うん、何か大問題を引き起こす前に早く、こんな特殊特殊ゆおそう、了解。店長、それは得意点の力のこと。心配しなさんな。あ、よし。次元の亀裂？普通の人間は。おじさん。おい、待て。人間が先ほど。今回はど。ね。ま、うん。それじゃ。異次元、おじさん。まあ似たよ。やつら、あの見た目だ。それに放っておく。了解。あ、うん。仕事を始め。はい。いでよ。はあ、食いしばれ。やっ。やっ。やっ。食いしばれ。こんなもんか。せやっ、ふっ、せやっ、やっ、お願い。はぁ、食いしばれ。この、どうだ、どうだ、やろ。はぁ、食いしばれ。ふっ、せやっ、とりゃ、お願い。はぁ、食いしばれ。とりゃ、こんなもんか。やっ、悪くないぞ。やっ、てやっ、よろしく。はぁ、食いしばれ。どうだ。さ、よし、てん、いでよ。はぁ、食いしばれ。イボ、わざわ、あれは、あ、ふっ、ふりゃ、やっ、どうだ、ふっ、やっ、とりゃ、やろ。近くにかけらがあるみたいだ。探してみるかい。ふっ、さあ、お願い。はぁ、食いしばれ。
次の敵が来るぞ。やっ、てらっけー、てらっ、やっ、たっ、どうだ。くそ、まだ増え上がるのか。あー、食いしばれ。どけー、いでよ。あー、食いしばれ。こんなもん、悪くないぞ。こんなもんか。災いの数は安全な範囲だ。ご苦労。若い奴はすごいな。よろしく。あー、食いしばれ。こんなもん。どうだ。よっ。あー、食いしばれ。こんなもんか。Good.